沢尻エリカが高城剛に求めた結婚誓約書が話題に。他の女性とデートしたことが発覚したら罰金1000万円。他の女性と体の関係を持ったら罰金2000万円。夜の営みは月5回まで。それ以上は1回50万円。離婚する際は高城の全財産の 90% を沢尻に譲渡すること。それって結婚なん。月5回ちょうどええやん。私が逮捕されたら全てなかったものとする。という逮捕特約を入れてほしい。エリカ様と呼ばれるゆえんか。これは逆にエリカ様は浮気しないってことなのかな。したらどうするんだろう。デートってどこまでなのかという明確な基準が必要だな。女性はこのくらい強気になってもいいと思う。男性からの条件もあるかもしれません。ソースは芸能ナックルズらしいのでお察し。今回はここまで。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。